まあ大きな苦難に入ると、まあ、要はメシア、つまりイエス・キリストが、まあ、再び降臨されるっていうことですよね。まあ、再来っていうか、まあ、それがじゃあどこかっていうことなんですけども、うん、まあ、はっきりとしたね、その証拠っていうのはないんですけど、まあ、インスピレーション的に多分自分のこのチャンネル的には、まあ、日本じゃないかなと。 思ってま,すまあ日本のどこかにまあ,まあ要はイエス・キリストが出現するとまあ一応自分の見立てではなりますねまあ漠然としたインスピレーションなんですけどもでも多分当たってるんじゃないかなと自分は思ってますねまあそれを信じるか信じないかはまあ <laughs> 視聴者様の考えになりますけどもおそらく日本のどこかに出現する と自分は考えてますねうんで意外とこれ当たってると自分では思ってます。以上です。ありがとうございます。